えないお店、建屋のちょっと都合上あるの。炭を使えないお店とかに炭で焼いてるのを出すために、うん、あのはい、こっち側の方とか、このように段掛けというか、そうなんですよ、さっきのやつをこの上に乗せて炭を、炭で焼いてますよみたいな見えるような。炭を使うのが一番いいですね。こ、は、れ、い、も同じですね、金属で。これがあの横に落ちているところがあっていただければというとこ、こっちはあの炭を増やすことで、こんなに煙とかで上がるんですけど、こっちは逆にその店舗によって煙を上げたくないから、はい、お客様はこちら、あのなんですかね、熱源が非常に狭くなってますから、だいたい焼けたものってのは、こちらの水洗いになっちゃうので、火が上がるので、ただここに触れたらどうしても手元が上がってしまう。こちらに比べると、全然ですね。だからわざと上げるためにこれがこういってる。そうですね、まあ、プラス熱の対流というのを、ね、やるためにこの瓶につけて熱の通り場所を確保して、ぜひお客様からこっちの温度が低いんですよ。うちやっぱ炭がない分、向こうは炭がある分、やっぱその分プラスアルファになってます。炭、はい、両方ない状態出しでしたら多分あんまり変わらない。完全に炭の焼き鳥屋さんの匂いです。美味しそうな匂いです。ここにずっといるとなかなか分かりにくい。鼻こすぐ麻痺しちゃいますよ、ね。これなんか完全に炭で、そうですね、鼻すごいですよね。焼いてて何か感じ方とか感覚に違うとかある？いやだから電気と変わらず安定してるんで、すごいやりやすいですね。ポンポンってなったりしますね。炭に垂れれば当然少し、炭をここに置いてないですけど、ここは温度帯がどうしてもやっぱ炭があるのとで違うので、まあ、そこはここに炭入れるのか、あえて入れないか、こっち側のここに入れないのかとか、そういうのはちょっと現場のやり方で変わらないと思ったんですけど、酒もスプレーで火ついちゃう。